団長、今日の特集は機動警察パトレイバー。はい、ということで1曲目は二藤優子さん、これはね、グリフォン編オープニング、そのままの君でいてでした。あ、いい歌だ。うん、歌ってたね、団長、今日もね、これはね、山ほど聞いたからね、これもね。うん、はい。でね、ここでね、パトレイバーのおさらい行きましょうか。はいはい。私たちの青春時代のね、私は漫画から入ったんですが、うんうん、アニメもあって、そうね。これ原作問題なんだよね。原作問題というかね、うん。結城まさみのね、漫画がね、サンデーで、あったんですよね。はい。まあね、でもね、とはいえね、とはいえ結城まさみね、原作と言ってもおかしくないっちゃう。原案はね、結城まさみのね、妄想ノートから始まってるから。なるほど。でもこれって、デザイナーとか監督とか脚本家、いろんな分野のスペシャリストが集められてチームを組まれたんだよね。そんなもヘッドギア。なるほどね、ここにね、我らがね、押井守さんもいるわけでね。出た一番最後に加入してんだからの人。あ、そうなの。そう、ヘッドギアに。だってこれってさ、映画化された時、押井守監督でしょ、はい、もう我が物顔だったじゃない。そう、いやね、その加入させる時ね、もうその前にほら、ビューティフルドリーマーとか作ってるわけじゃん。そうです、そうです。高橋留美子さん、激怒問題とかさ、もうね、やってるわけだからさ、もうこれね、入れたら絶対推し職になるって思ってたんだって、やっぱり。みんな、うん、スタッフのみんなが思ってた。うん、これなるだろうって、うん。でもそれでもやっぱり才能はすごいあるから。そうですね。そうか。これね、だからヘッドギア原作のメディアミックス作品、もともとがね、そのゲームにしたり、アニメにしたり、漫画にしたり、いろんなことを想定されて作ったんですよね。そうですね。当時、その、結城まさみ、漫画を担当した方が、発案者ですよね。そうですね。自分でロボットのデザインを描いたら、びっくりするほどかっこ悪かった。うん。どうしようかっていうとこで、アニメーターの、伊豆淵さんにね、デザインの相談に行かれたんだよね。うん。そして、出来上がった。お、今日もね、団長のおもちゃが、スタジオ内には並んでおります。フィギュアなんですが、そうですね。まあ、主役が乗ってる白い、いかにも警察ってわかるやん。そうですね。パトレイバー。98式 AV ですね。うん。あれ、なんか誰かフィギュアのアスマ君倒れてない。あれ後藤隊長が。後藤隊長ね、倒れてる誰かが。後藤隊長とそれから主人公の泉ノア、女性パイロットというかですね。そうですね。パイロットっていうか、これロボットなのに車って呼び方するんだよね。特殊車両だから。だから、うんうん、ナンバーとかそのついてるんだよ。ちゃんとウインカーとかね。はいはい。ちゃんと車両も扱いなのね、これ。特殊車両。でもともとこれは、要は知らない人のために言うと、ロボットがもともと発達した世界じゃなくて、レイバーと呼ばれる特殊な車。そうなんですね。それが元で、例えば工事現場で使われてたり、警察の人がそれを取り締まるために対抗するためのロボットだったり。そうなんですよね。だから重機扱いなんですね。そうそう。いわゆる重機なんですよ、これ。そこからね、またこう、他にね、黒いかっこいいやつとか、赤いやつとかね。J9 グリフォンですよ。うん。こんなね、かっこいいのあるのかって私当時思いましたよ。グリフォンのデザインすごいよね。ね、いまだにね、追い抜くデザインなかなかないんじゃないかってぐらい思ってて。そうね。なんだろうね、鉄人28号のさ、敵役系の匂いもする。要はそういう感じで作ってるんだけどね。うんうんうん。そういう、ね、構図というか対比でね。うん。これですね、当時アニメとして企画決定していましたが、漫画が先行しね、その後アニメが、OVA が先だったのかな。そうですね。そしてテレビ版という風に進んで映画版出たんですが、このサブメカのね、デザインをね、佐山義則さん、航空機関係をね、川森昭二さん、陸上海上自衛隊の装備などを加藤木一さんが分担するというね、すごいよね。そうそうたるメンバーですね。当時のね、私高校生でしたけど、やっぱり熱狂しましたね。団長どうだった？そうね、やっぱ熱狂しましたよ。熱狂というか、ね、このね、パトレイバーのね、いいところはね、もうそんな、もういいの、こういう語っちゃって、ずっとどんどん。もう語っちゃってください。どんどんいいの、どんどんいいの。ね、身近にある、その現代なのよ。舞台が1990年代。そうなんですよ。まだスマホがなかったよね、確かその作品内では。そう。スマホ、携帯？結局さ、現代の中にさ、レイバーっていうその、ロボット型の特殊機械が、あるっていう、その、なんていうかな、見栄えというかさ、それまでのそのロボットアニメっていうのは、もちろんリアルロボットとか言われてたけど、ガンダムも、でも遠い、遥か遠い未来ね。そうだよね。宇宙でのお話だったりさ。宇宙ですね。人間が暮らすっていう舞台なんだけどさ、そうじゃなくて、すぐそこにある未来なんだよ。まんま日本なんだよね。うん、そう。日本の東京の、この、警察に属してる、しかもこの人たちはね、特殊な軍隊とかなんとかじゃなくて、でもこう、そんなにさ、頻繁にレイバー事件が起きるわけじゃないから、彼らはさ、埋め立て地の
そうなんです、その基地というかさ、彼らの警察署っていうのかな、ちょっと僻地みたいなところに追いやられてさ、そうそう、なんかこうあんまりこうエリート扱いされないっていうかさ、ね、そこがリアリティがすごいんだよね、うん、さあパトレーバーのイムラム、このネクストジェネレーションのね、はい、もう等身大がねさすがにあったんだよ。ハウステンボスですね、はい、めちゃくちゃ写真撮りました。バシ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 撮ったね、うん、今はない、もう悲しい、悲しみ。そうですね、あの佐世保の観光業の皆さんに言いたい、佐世保に観光でいろんな人を誘致したいならパトレーバーを戻そう、うん、そしてガンダムを混流しましょう。本当です。混流っていうのはいいね、もう大仏と一緒ですから、ガンダムはね、うん、もうね、そうやって大事なのはそこ。そこね、うん、もうさ、俺たちのさ、このパトレーバーの話をさ、あのイングラムの前でやりたかったんだよね。そうね、ちょうどさ、それが思いついた時コロナでね、ね、あのちょっと自粛をしなきゃいけないっていうことね、うん、あちこち休業されたりね、うん、もうやっと世の中向かってきたので、これをね、機にね、どんどんやっていかないとね、そうそう、自分たちもやりたいと思ってて、ね、足踏みするとできないってね、ほんとね、永久に。いいね、行きましょうかね。本日は11月2日水曜日、ただいまの時刻は19時18分。今夜はパトレイバー特集をお送りしております。いかがですか、この曲は。団長、いいですね、もう空挺舞台が今降下してますよ。はい、その映画のシーンですね、はい、緊張感高まるシーンで使われたサウンドトラックです。そしてね、パトレイバー特集なんですが、こちらね、この作品にあるよね、背景というか、地球温暖化の海面上昇で東京都が水没する危機に備えるっていう目的でね、うん、東京湾に横断道路を兼ねた巨大防波堤を建設、うん、その湾内の大部分を開拓し使用可能な用地に変えるという国家的な大事業、バビロンプロジェクトが進められているんですね。ここが事件は現場で起きてるじゃないですけど、やっぱり舞台にもなるんですよね。これね、踊る大捜査線のね、うん、あの元ネタにもなってるんだよね、はいはい、このパトレーバーがさ、すごいよね、うん、影響を与えたっていうね、影響がすごいんだから。うん、ここはね、やっぱりね、面白い練り上げてある設定があってさ、うん、この大きなバビロンプロジェクト、その災害からの復興とかね、開発事業で、うん、やっぱりこう急速に発展していってるんだけれども、環境にかかる負荷とかでね、うん、環境団体の人がさ、反対してたりとかさ、そうね、漁業関係者の方がすごくダメだぞって反対運動してたりっていう、環境テロによる破壊活動、うん、こういう犯罪組織が出てくるんですよね、うん。この人たちを対峙するというか、取り締まるためにこの、特殊ニカのメンバーがね、うん、レイバーを使って頑張るっていうね。そうそう、あの最初のあの劇場版のね、一番最初にさ、暴走するレイバーを止めるときに、うん、あの2号機がリフトアップしていくね、でん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 で
そう、あれ、あのシーンいいんだよな。本当ね、あの、庶民にとってはさ、あの、ちょっとお祭りみたいなさ、うん、うわって花形がやってきましたみたいな感じなんだよね。だからさ、このネクストジェネレーションの時、うん、わざわざちゃんとそういうさ、お披露目をしたんだよね。リフトアップさせて。はいはいはい。レーバーをさ。要するに、あの、今でいう四課長をパレードするのと、まあ似たような感じでもあるんだよね。すごいよね。多分ね、これが私たちの、あの、最新機種ですよ、みたいなさ。実際さ、俺たちがさ、その、まあ、中学生なり、小学生なり、中学生なりに、このパタレーバーっていう作品がさ、うん、こう、まあ、俺たちの中に流行ったんだけど、うんうん、実際さ、リフトアップするレイバーを見ることになるとはさ、夢にも思えたよ。そうね。えらいこっちゃって思った。えらいこっちゃだね。すげえと思った。ときめくよね。あの、生きてる間にいいことってあるね。あの、こういうことなんだよね。あの、知っててよかった。例えばこれを知らないとさ、あの、そこで熱狂もできないじゃない。うん、そうそうそう。だから、こう、なんだろう、なんでそんなの好きなのって、ふふんって言われながらもさ、よかったと思うのはその瞬間、うん、そんなのよね。うん。ほんとね、見直したらね、今の感覚で見たらもっと面白いんじゃないかなと思うんですよね。いや、面白いですよ。劇場版の話もします？うん、そうですね。これね、まあ、さっき言ったように、まあ、国の一大事業、バビロンプロジェクトが、うん、っていうのがあって、まあ、そこにね、ホバ・エイチっていうね、まあ、はい、まあ、エンジニア、はい、ね、そのバビロンプロジェクトに従事するエンジニアが死んでしまうっていうところから、自殺するところから始まる。そうなんです、うん、ね、どうするんだろう。そうで、ね、そのホバエイチっていうのは、まあ、あのこの、まあ、劇場版、うん、パトレーバーのすごいところはさ、まだ
MS DOS とか言ってる時によ。そうだよね。世界がまだね、その Windows とかない時に、コンピューターウイルスを題材にしてるんだよね。そういえばそうだね。ハイパーオペレーティングシステムって言って。まあ、本当に現代の、私たちが知ってる90年代をベースには作られてるんだけど、その、まだ出てきてないものね。そうだね。まだ、もうみんなが全然分かってない、その、何、ウイルスって何っていうような状態でさ、アニメにウイルス、そのコンピューターウイルスっていうのをさ、もうねじ込んできてさ、うん、2000年後の世界まで近づいてるんだよね、そのインターネットのテクノロジーが。そうだね、ちゃんとね、ちゃんとそう、うん、あの、そのテクノロジーがさ、2000年ぐらいのことをちゃんと考えて作られていて、そしてその、なんていうの、またこのさ、企業と政府の癒着とかさ、例えば、そう、はい、あの、その、さっき言ったそのウイルスが仕込まれたホスっていう OS、うんうん、このホスっていう、いわゆる OS は、篠原重工が、まあ、大手のね、重工メーカーがね、そうそう、篠原重工が作って、それを政府がね、あの、これ、この OS にすると、レイバー効率化するから、どん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 配布しよう。うん。して、その、どんどん広まっていくんだけど、特殊にかはそれに疑問を持うんだよね。本当にこの OS って信頼できるんだろうか。うん、まずその登場しているパイロットというかね、はい、操縦手のノアが、うん、なんかこんなの好きじゃないなみたいなことをね。そう、サポート、そう。どうしてシステムを変えるのって、うん、サポートのそのエンジニアのアスマ君に聞くんだよね。うんうん、私は好きじゃないなって。うん、ね、まあ、国家が押してるからだよみたいな感じで言うんだけど、うんうんうん、その、まあ、それを、その、その OS が広まってきた前後で、レイバーの暴走っていうのがね、どんどん増えてくるんだよね、暴走事故が。あの、以前よりも格段にその事故というかさ、暴走事故とかさ、うん、何かそういうのがどんどん起き始めてて、不穏な空気っていうのが世の中に漂い始める。うん、新技術で行くぞって言ってるところにさ、どんどん犯罪が起きてくるわけじゃん。うん、おかしいなって。そこで、あの、まあ、警備部だから、あの、特殊にかはね、うん、捜査はできないから、うんうん、松井刑事っていう、うん、あの、刑事さんにね、はい、調査を頼んで、まあ、ホバー栄一の足取りをずっと取っていくんだよね。うんうんうん、まあ、そこがね、またいい、いいんだよ。あの、派手にさ、ロボットがガシャンガシャンこう、やり合うっていうのではなくて、うん、そう。地道に足を稼ぐ、うん。足で現場を稼ぐっていうかさ、そう。本当の警察の動き。そう。彼らはさ、ヒーローなんだけど、警察の縛りから抜けられないんだよね。うん。そう。普通のアニメとかだったら、ノアちゃんとかが、とかアスマが操作しだすんだよ。普通のアニメの作り方、普通のアニメの作り方だったりするんだけど、そこはしないんだよね。そこは警察っていう組織だから、ね、警備部だから警備しかね、あの警備しかできない。だから、警察捜査である松井さんに、まあ、切れ者のね、あの、誰だっけあの人、後藤さん、後藤さんが、特殊二課の隊長ですね。頼んでね、密かにこう小林の足ね、足をこうどういう風にして生きてきたのかっていうのを操作させて。それとは別に、アスマ君が今度はコンピューターの方、篠原重工、つまり、自分の実家なんだよね、彼はね。アスマ君のお父さんの会社なんだよね、篠原重工で、うんうん。そこに、本当にこの OS って、おじさん大丈夫なのか、うん、言って、どん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 こう解明されていって、うん、実はね、風の共鳴っていうか、なんか、それで、あの、暴走するようにプログラミングされてるっていうところまで気づく。はい、そう、その風の共鳴が、この環境開発と関わっていて、海の上に建てた巨大な建造物、そうなんです。そこから発信源だったっていうね。ゾッとするけど素晴らしい脚本だよね。うん、完璧だよね。サスペンスなんだよね。最初にその自殺したところが始まって、不穏な空気がやっとそこで真実に近づいていくっていうさ、うん、そう、繋がってたのかっていう、うん、そこなんだよね。最後のあの戦いね、ね、バビロンシステムのさ、この箱舟、うん、箱舟をずっと破壊していくのね、パージしていくっていうね、うんうんうん、でその中でもさ、ホバー H っていうその存在がさ、一番上にあるって、死んでるのにね、そう、死んでるのにそこにあのホバー H のね、あの ID があるって、うん、でそこに登っていくんだよね。完全犯罪だったんだよね。 それをいかにしてこの特殊二課のメンバーが阻止するかっていうね、うん、いやね、踊る大捜査線もね、お手本にすると思います。実はね。はい、こちらは1988年 OVA のね、主題歌。最初のね、いいわ、この歌。笠原ひろ子さん。最高。ミレイハラバーズ、うん。うん。いいですね。そうか、OVA はね、たくさん見た覚えがあるんだよね。もうこれも穴が開くほど見た。うんうん、このさ時のさ、イングラム、うん、ヌメってしてんだよね。
なるほど。うん、あの形がさ、ぬめってしてるんだよ。ああ、角度がないというかね。そうそう、流線形というかね。うんうん、地雷を反映してたんじゃないでしょうかね。うん、車もどんどん流線形になっていったでしょ。ていうかね、この OVA はね、その他のその、まあ、硬派な、さっき言ったようなさ、うん、劇場版と違ってさ、結構やりっぱなしなとこがあってね。あの、まあ、欲しい人が買うのが、そのオリジナルビデオアニメだからね。うん。ジェットパックつけてみたりとかね。はいはい。アルフォンスに。まあ、ちょっと夢落ちなんだけどさ。うんうんうん。とかね、あとね、ウルトラマンみたいなね、話もあるのよ。おー、その、夢の世界みたいな話。そう。架空の話だよね。架空の話なんだけど、ウルトラマンみたいな話があって、あの、いや、敬礼しない。そこにね、今ね、外人とかね、見てたから、敬礼してる一生懸命。ドリフ並みの敬礼やってますよ。その角度はない。ちなみに私、今日は特茶二課の衣装で。今はい。したんだと思って、はい。そうか、ウルトラマンみたいになってたのね。イングラマンって言ってさ。そのままだね。そう、イングラマンで、デッドみたいなね、グリフォンが出てきてさ。ふふみたいな。すごいよ。お遊びがすごいね。はい、ここあのね、やっぱ大捜査線の元ネタなんですね、とかね。そうなんですね。うん。それから、アスマンね。うん。俺たちの人権は誰が守ってくれるんだよ、太田。そんなものはない。このやりとりが好きです。太田さんもいいんだよ。ね、警察官に人権ないって辛くない、うん、もうザ・公務員じゃん、うん、これってね、残業もさ、させられ放題。そうそう、だから清水さんがさ、もう何日も家に帰ってないんですよ、これじゃあ、なんか夫婦の危機だって言ったらさ、あ、言ってた、結婚する子だ、バカモンみたいな、かわいそうって。この太田さんっていうキャラクターは、特殊二課のね、うん、あの先輩タイプのキャラクターなんですけど、頭に血が昇るとすぐ発砲して、そう、大惨事を真似てしまう。こっち側の亮さんに似てるよね。うん、そうね、無茶をする。隊長のさ、どう？思い出深いのって映画以外にある？ね、まあ、多分みんなが言ってると思うけどね、テレビシリーズかな、29話、特殊二課、壊滅数。うんうん。うん。あの、押し守るの、あの、キャラクターでしょ？押し守るのシナリオはね、食べ物にこだわるね。とにかくこだわる。酔っ払いとかさ、食べ物とかさ、うん、立ち食い大好きやん。立ち食いはね、これ、推しのファンってみんなわかると思うんだけど。だって、最初の OVA でも、あの、なんていうか、特殊にかの長い一日かなんかだったかな。あーで、その犯人がね、あの、蕎麦を食べるシーンが。また蕎麦、うん、あるんだよ。また蕎麦ね。で、それをさ、わざわざさ、明日も見てさ、うん、この蕎麦の食いっぷりみたいな感じで言っちゃう。いるかって。そうそう、メンバーがさ、本当にその立ち食い蕎麦屋みたいなところに行って、カウンターで食べてる描写よね。それ、うるせえ奴らのメガネの蕎麦屋さんの最下っていうね。はいはいはい、ケツネオギンのね。そうそう、元ネタも、ね、ね、元ネタも押し守るなんだけど、引きずるな蕎麦をって。そう、そう、蕎麦を引きずるよ。いや、でもね、そういうところがさ、ただ単にアニメを描くっていうんじゃなくて、キャラクターたちのパーソナリティが分かるようなことを描くっていうのが、本当に面白いところでさ。特殊二課ってさ、僻地だからさ、近くにさ、スーパーがないんだよね。そう。で、食べるところってさ、あの、なんとか県、なんだっけ、あの、中華屋さんがね。中華料理ね。うん、おじちゃんとばちゃんがやってるみたいなね。そう、に頼まないといけないんだけど、そこに頼んでもなかなか来ない、ね。そうそう、距離があってね。そう。だからさ、トマトを一生懸命育てたり、防波堤でハゼを釣ってさ。そう、ハゼ釣りね。とにかくなんか、おやつ的なものをさ、うん、自給自足そう。に夢中っていうか、気夢中にね。うん。で、あの、千葉さんがね、千葉さんが、メカニックの、メカニックの、ね、おじちゃんがね、榊さんの、まあ、一番弟子みたいな人が、なんかこう語りながらね、今日のハゼ釣りはみたいな感じでね。本当はいらないんだけど、そういうところを書くことによって、人間ドラマにさ、変に深みが出るっていうかさ、うん、性格が分かる、その人たちのね。そうなんだよ。うん、過酷な生活で大変なね、ことをしなきゃいけないっていう。だからレイバーが出てこない時もあるんだよね。そうね。バフェイマーってさ。本当に、まあ、派手なシーンを期待してたらさ、地味だったりさ、うん、そういう夢落ちの話だったりさ、そう。なんだろう、ノアがさ、一日、主人公の女の子の一日でさ、喋らずにどっかに急いでこう向かってるだけのワンシーンが15分くらい続いたりとかさ、ね、朝起きて歯磨いて、着替えて、っていうさ。でもそれでも面白く見えるじゃん。それはバトルエヴァーだからね、ガンダムじゃ見れない。ああ、そうか、うん。うん。ガンダムじゃ仕様がないだけで30分もたない。持たない。そうね、あの、船内の食料足りないだけですよね。そう。でね、やっぱりね、まあ、押し守るの話、ちょっとしたんだけどさ、もう押し守る大好きかっていう言わせてもらって終わるかもっていうか、パトレーバー2ですよ。はい。これね。2ね。問題作。問題作、いや、でも面白い問題作でしょ。そうですね。これはね、またね、押し守るがやるんだよね。
やっちゃうんですよ。はい、やっちゃうんだね。やっちゃうんだよね。これはね、テロの話なんですよ。うん、日本ね、国内でその、どの話いいかな。海外部隊にいた、その、隊長が、自分がね、発砲機構出せなかったことにより、部下を亡くしてしまうんですよ。それで日本に帰ってきて、その、日本の警察やら軍隊が、その手を出せないけど、戦場に行かないといけないとか、そういうのに疑問を持って、いやいや、なんでそれで部下が死ななきゃいけないんだ、俺たちが死ななきゃいけないんだっていうふうに、こう、起因して手を起こす。なんかすごいリアリティのあるまた設定だよね。そうなんです。ここがね、もうね、何度も言うけどね、これね、カメラでアギトの時にも言ったけどさ、言ったんだけど、国内のね、テロっていうのは、必ず警察がね、抑え込まなきゃいけない。そうか。どんなに大きいテロ組織でも、軍隊が相手じゃなく、警察が対応すると。そうなんです。国内のテロっていうのは、もう絶対にその、警察機構が、抑え込まなきゃいけない。うん、それはもう、うんその70年代、69年、70年代の、その、狭間山荘事件でもあったように、うん、警察官が、たとえ殺されても、絶対治安指導をさせないぞって。うんうんうん、それはもう第二大戦で治安指導して、とんでもないことになったから、自分たちの権利が全部失われてる。そうだよね。うん、軍隊がもう権利を、ね、全部集約してた、うんうんうん、治安指導させた、まあ。クーデターが起きる可能性があるということなんだよね。うん、だから、絶対にさせないっていう状態でさ、このパトリーバー通じて治安指導をされるじゃん。だから街中を戦車が走るんだよ自衛隊の、うん、そうだね。でも後藤隊長裏で何とか抑え込むって言って、隊長ってさ現場でその派手に指揮をするわけじゃないんだよね、うん、裏で動いてさ、うん、いろんなところのコネクションを使ってさ、うん、そうね、でも自分がしたっていう風にこの後藤隊長っていう人は言わないんだよね。ふわっとしてるのね、とても。 そしてそのテロリストの親玉と第一小隊の隊長だった南雲隊長がね、うん、恋仲だったっていうね、ラストね。大人だね。そうなんだよ。彼女のその元彼氏というか、ね、結婚するかもしれなかった男性が、そういう犯罪者で、うん、自分はそれを追う立場になって、うん、女心とさ、任務と正義とさ、うん、感情の間ですごく揺れ動くというか、車に乗ってさ、うん、顔が横だけ映って、こう、夜の街のライトがさ、顔を照らしてるんだけど、それだけでこう描いてしまう、その穏便な心というかさ。いやー、つらいね。あの人はほら、サバサバした指揮官タイプのこう女性隊長だからさ、うん、そうね、弱いところ見せられないんだよね、人にね。そうですね。やっぱ第一小隊って、うん、第二小隊よりもエリートっぽいもんね。うんうん。扱いが全然違いましたからね。時刻は19時48分。いよいよエンディングの時間が迫ってまいりました。本日11月2日水曜のラジオ、タクワクセイ。ということでね、はい、団長、いかがでした今日は。いやー、いいね、バトルエヴァ、近未来、近未来。ぶっちゃけまだ5時間ぐらい喋るでしょ。そうなんですよ。まだね、あのね、このね、松井刑事のね、ごめんね、まだ喋るかな、うん。松井刑事が歩いていくじゃん、ホバイエイジのさ、はいはいはい、のね、あそこのね、やっぱね、その廃墟っぽいっちゃん、やっぱりずっと下町を歩いていくから。そうだよね。その後ろにね、でっかいビルが建ってるっていう、そのね、はい、現在とね、その過去っていうさ、そのテーマもあるんだよね。うんうんうん、結局過去に取り残されていったホバエイチっていうものを追っていくっていうのを、そういうビジュアルで語らずに見せていくっていう手法も、パトレーバーの面白いところだと思います。ニトロちゃんがね、映画最後の手を握る二人のシーン。出ました。ああ、なんだかすごく大人な表現だなぁと思いました。手を触れて、指はこう絡めて、ガチャってして、自分にもかけるじゃん。そう。その元ね、うん、彼氏だった人を警察官の、女性警察官がね、そう、追い詰めてね、うん、最後手錠をかけるんだよね。捕まえるっていうね。うん、だからね、今日もね、厳密な話とかね、訂正いただいてます。ありがとうございます、ね。はい。でも、サクサク。ということで、団長、ドキドキの